改めまして、こんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。澤部優です、はい。2023年上半期最後の放送。らしいですね。はいはい。半年後、早いですね。まあ、1月に始まったね、お昼の。そうですよ、ポカポカはね、もう半年ですわ。あ、半年。なんか変わった、変わりました、なんか。この半年で。この半年で。はい。いや、覚えたね。覚えた。曇りの日も日焼けするんだってことね。おー、この間の曇りの日に、はい、スケートやってたんですね。はいはいはい。そしたらもう本当にとんでもないことになっちゃいまして。あ、焼けた？はい。ちょっと腕見てもらってもいいですか？え？うわ、めっちゃ焼けてるじゃん。変な、何？変な焼け方。はい。何？一部だけ。変なことになって。どういうこと？半袖着て、肘のサポーターをしてたんですよ。で、肘のサポーターを、して、はあ、で、腕の先から、また、手のサポーターをしてたの。はあ、で、だからその間が、はあ、真っ黒に焼けちゃってね。いや、真っ黒、その本当に一部分だけ。はい、恥ずかしいっすよね、これはね。これは、まあ、ちょっとかっこいいけどね。まあね、わかるよ。なんか人造人間っぽいっていうかさ、なんかこの、そこだけパカって。そう、ここがなんかね、開いて。そう、開いて。で、なんかこの、ゲージが、その、エネルギーゲージが見えるみたいな感じになるだろ？とか、ターミネーターのさ、シュワちゃんのその、はいはい、ナイフで皮膚を破いてさ、ビーってめくったら、なんかロボみたいな、で、ここちょっと直したりとか。直したりみたいな。ぽい、それっぽい。マジ？そうか。乗ってきた。想像以上に小学生だった感覚が。行こうかな、これなんかちょっと。このまま、ここの部分だけタトゥー入れようかな。ロボのそれで違う違う、それでなんか恥ずかしいってなったでしょ、その何ですか、小学中学の時とか、なんか何魔法石がどうとかさ、なんか言ってたじゃん、ちょっと前に。なんかそう、ね、なんかその、でもまあいいよ、もう大人になったらその羞恥心とかないから、もうかっこいいって、かっこいいだけが残ってる今。無敵の状態ですね。いいかも。まあまあまあ、岩井と会うことがあったら、はい、左腕ちょっと注目。もう今年半袖着れないわ、これだから。してみてください。